これはどうですか。そうですね、あのサービスはミドルにしっかり入ってたと思うんです。ただあのレシーブ甘くなったところをクロスでしっかり牽制して、同じくあのレシーバーはやはりレシーブしにくい状況で、しかも下がったポジションを取りにくいっていうあのような状態になってます。そうですね、あの今回のポイントで特にあの最後の2ポイントですね、はい、これはあのシングルスにおいてもやっぱりダブルスにおいてもね、あの非常にサービスレシーブが大事だということで、ダブルスもそうなんですけども、特にシングルスはね、あの全てのショットであの意味のあるボールを打つっていうことが非常に大事だと思うんですよ、はい、でまあ、時には失敗ね、あの思ってもない返球をしてしまうこともあるかもしれませんが、うんうん、次のポジションによって意味のあるボールにしていくということが大事かと思います。スライスのレシーブに対して、スタンスと返球に対してはすかさず前進してボレーするということはシングルスでは非常に有利に持っていくことができると思います。なるほど、カットとスライス、そして長いボールと短いボールっていうことですかね。そうですね、それを実際に操れるっていうことはね、赤の選手ですね、体を左に伸ばしてクロスへの牽制をした後逆コースに